安倍首相は責任という言葉が好きでして、それをよく使います。重い役割を持ってそのために働かなきゃいけない。しかしそれが失敗した、うまくいかなかった、その時に責任を取る。これはその責任ある場所を去ることです。どうしてもこの責任を取らなければ次の世代の子どもたちに申し訳が立たないと私どもは考えています。で、今若い人たちがダメだダメだって言ってきたけれども、若い人たちは小さなサークルでも実にユニークな試みで今の政治はおかしい、それから原発はもうダメだと言い出してるじゃありませんか。で、みんなが世代を超えて、男と女の違いも超えて、我々は原発を捨てると言えばいいんです。今私たちに不当なことを強いている人々に対する怒り、そして悔しさ、そうしたものをまとめて大きな声にしていきましょう。つぶやきを声にしましょう。声を行動にしましょう。忘れたいと忘れるものかのせめぎ合いの中で、私たちは何度でも理不尽な被害に遭った被害者であることを思い起こさなければなりません。今私たちに問われているものは何だろうと自らに問いかけるとき、詩人茨木のり子さんの詩の一節を思い出します。人々は怒りの火薬を湿らせてはいけない。同時に私たちには歌や踊りやこのように仲間が集う広場があること、そして汚染されてもなお美しい空や海や森と生き物たちがいることを忘れないでいようと思います。生きることを喜びながら頑張っていこうと思います。共に歩んでいきましょう。被害者への補償を急げ。東電は事故の責任を取れ。こうやって毎週のようにデモをやって、全国の人たちもこうやって運動をしているのに、まあ、それに対して答える気はまあ一切彼らにはないんだなってことがまあよく分かりましたし、本当に誰かにお願いしてももう変わんないなっていうふうには思ってて、だから私たちがやっぱ行動する、私たちがそのつながっていくっていうことで絶対止めたいっていうふうに思ってます。